ベトナムのベトナムフーズインダストリーズビーフォンバインダークア茶色い米粉麺のカニ味スープ、米粉のノンフライ麺に粉末スープと調味料がついています。麺は幅12ミリの帯状で厚みもありふっくらした舌触りです。ワンタンの皮を食べるようです。色は茶色ですが特に匂いはありません。若干硬い部分が残りますが、丼お湯で3分の湯戻しとしては悪くないと思います。スープは透明感がある茶色です。少し甘めでほのかにカニの生臭いような香りが漂いますが、嫌味だとは感じません。調味料は大体色ですが辛い刺激はありません。味や香りの要素が少なく、また全体的に控えめなスープです。調味料に含まれるエシャロットのサクサクした歯ごたえがいいアクセントになります。ネギも多いです。麺もスープもちょっと物珍しさがあり、それでいて日本人の感覚から大きく外れてはいない製品です。みんな大好きトントンチン。